バンダービルト・コモドアズはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルにあるバンダービルト大学の NCWA のスポーツチーム。男子6チーム、女子10チームの計16チームがあり、うち14チームがサウスイースタンカンファレンスに属している。女子ラクロス部はビッグイーストカンファレンス、ボーリング部はサウスランドボーリングリーグに属している。 バンダービルト大学には NCWA に認可された男子6チーム、女子10チームが存在する。イコールボーリングチームはサウスランドボーリングリーグに属している独立している、イコールラクロスチームはビッグイーストカンファレンスに属している1886年、バンダービルト大学野球部が公式に発足した。カンファレンス内のライバルであったスワニーとの2試合で開始した。 試合数が増えるにつれて人気も上がり、1921年に初めて1シーズンで20勝をし、サザンカンファレンス決勝戦で優勝した。1917年、1924年から1940年、1952年にナッシュビル・ボルズでコーチをしていたビル・シュワルツ監督が、バンダービルトを全米に知らしめた。 シュワルツ監督のコモドアズは155勝112敗、1引き分けで、バンダービルト野球部史上3位に位置する。1968年から1978年、ラリー・シュミトーが監督を務め、1971年、コモドアズは34勝19敗し、それ以降 SEC イースタンディビジョンで4年、連続優勝した。百七十三年と百七十四年、 趣味党は SEC カンファレンスで年間監督賞を受賞した。趣味党は306勝252敗1引き分けでバンダービルト野球部史上2位に位置し、SEC の選手20名をコーチし、うち14名がドラフト会議にかけられた。2003年よりティム・コービンが監督を務めており、ジェレミー・ソワーズ、デイビッド・プライス、ケイシー・ウェザーズ、ソニー・グレー、ジェンスン、 ルイス、ペドロ・アルバレスなどの選手を輩出して、全米で有名になり、バンダービルト大学野球部は、コービン監督のもと大きな成功を収めている。2004年、NCWA スーパーリージョナルズを突破し、ベースボールアメリカ市によると2005年のリクルーティングで、全米トップとなり、2006年には再度、NCWA に出場し、2007年、SEC のレギュラーシーズン、 トーナメントで優勝した。2007年、様々な投票でほぼ第1位を獲得し、NCWA トーナメントで第1シードを獲得した。2011年、ランキング1位となり、SEC レギュラーシーズンで優勝した。同年、NCWA 第6シードとなり、リージョナル、スーパーリージョナルと勝ち進み、ついに初めて、カレッジワールドシリーズに出場した。 メジャーリーグベースボールに十二名がドラフトされ、オーバーアン大学の十一名の記録を抜いて、SEC 史上最高となった。二千十四年、カレッジワールドシリーズで初優勝し、バンダービルト大学男子スポーツ史上初の全米優勝となった。男子バスケットボール千八百九十三年二月七日、バスケットボール部が創立され、ナッシュビル YMCA 戦で九対六で勝ち、これが、 初の大学バスケットボールの試合となった。1900年12月に W リー・ウェザー・フォードが監督となりバスケットボールのチームが正式に組織されるまで数年かかった。最初の公式試合はナッシュビル YMCA との3試合とナッシュビルアスレチッククラブとの1試合であった。同年、コモドアズは YMCA との1試合目に負けたが、この年の成績は2勝2敗となった。 1948年から1958年、1960年から1961年、ボブ・ポークが初のフルタイムのバスケットボール監督に就任し、最初の現代的なバスケットボールチームとなった。ポーク時代、初のスポーツ小学生、ビリー・ジョーアド・ドコックをリクルートし、後にバンダービルト大学初の全米チーム選手となった。 1982年から1989年、バンダービルト大学は CM ニュートンを監督に迎え、チームをさらに強くした。スコット・ドラウド、バリー・ブカー、バリー・ゴーエンが所属するニュートンの爆弾チームによる爆発的攻撃で高得点を打ち出した。1988年、NCWA 男子はスケットボールトーナメントの上位16チームに残り、 ウィルパ・パデューが SEC 選手賞を受賞した。ニュートンは SEC 監督賞を2回受賞し、これまでフィル・コックス、ジェフ・ターナー、フランク・コーネットを育てた。1990年から1993年、エディ・ホグラーが監督に就任し、バンダービルトをナショナル・インビテーショナル・トーナメント決勝戦に導き、バンダービルト大学男子バスケットボール史上唯一の優勝となった。 1992年、コモドアズは、デューク大学からの編入生、ビリー・マカフリーの功績もあって3回目にして2015年現在、最後の SEC 優勝となった。現在、ケビン・ストーリングスが8代目監督となっている。彼の指導により、ニットに2回出場し、NCWA トーナメントの上位16位に入った。2004年、マット・フレージが1891得点し、 コモドアズ史上最高得点者となった。2000年代からバンダービルト大学はグレック・ラ・ポイント、ラッセル・レイ・キー、スコット・ハンドリー、コリー・スミス、マリオ・ムーア、ジュリアン・テレル、シェーン・フォスター、デリック・バイアーズ、ジョン・ジェンキンス、フェスタス・エジー・リー、ジェフリー・テイラーなど優秀な選手を生み出した。2007年から2008年のシーズンでチーム史上最高の1378得点を 記録した。ホームの記念体育館のみだと650点であった。上位16位に4回、上位8位に1回を含み、NCWA トーナメントに計四回出場している。ニットに十1回出場し、1990年に優勝、1994年に準優勝した。1986年から1987年シーズンで3得点制になった際、 ディビジョン I に出場していたプリンストン大学、ネバダ大学ラスベガス校と並ぶ3チームの一つであった。女子バスケットボール1897年3月、女子バスケットボール部が創立された。当時5試合しか予定されなかったが、全国的に女子バスケットボールの人気が上がるにつれ試合数も増えていった。1977年から1980年、ジョー・ペッパーが パートタイム監督となり、現代的に、そして技術も向上していった。1980年から1991年、フィルリーがチーム初のフルタイム監督となり、初年度となる1981年に20勝をし、大学女子スポーツ協会に出場した。1984年、全米女子招致トーナメント決勝戦に出場し、 1986年、ランキング20位となり、NCWA 女子、バスケットボールトーナメントに初出場した。すぐに SEC トップチームの仲間入りをし、常に全米ランキングに入るようになった。1992年から2002年、ジム・フォスターが監督に就任し、さらに向上していった。彼の在任期間11シーズン中8シーズンで、 NCWA の上位16位に入った。1993年、上位4位に入ったが、後に優勝校となる、テキサス工科大学と対戦して敗退した。トーナメント前の投票では、優勝候補第1位に選ばれていた。1993年、1995年、2002年の3回、フスター監督のもと SEC トーナメントで優勝した。2002年5月、 メラニー・バルコムが4代目監督となった。6シーズン NCWA トーナメントに出場し、2004年と2007年、SEC トーナメントで優勝した。2007年から2008年シーズンで623得点を記録した。ホームの記念体育館のみだと344点であった。SEC3 番目の記録となる20回、NCWA トーナメントに出場し、 うち12回上位16位に入っている。1890年、初試合が行われ、ナッシュビル大学と対戦した。4年後、南部大学スポーツ協会を創立した7校の一つとなった。この頃南部の多くの大学の中でも競合であった。1932年、サウスイースタンカンファレンス創立メンバーの一つとなった。オリジナルの SEC 加盟校は、アラバマ大学。 フロリダ大学、ケンタッキー大学、ジョージア大学、ミシシッピ大学、テネシー大学、ミシシッピ州立大学、ルイジアナ州立大学、オーバーン大学、スワニー大学、デュレーン大学、ジョージア工科大学であった。主なライバルには、テネシー大学、ミシシッピ大学が挙げられる。歴代監督のうち何人かは、大学フットボールの伝道に、伝道入りしている。 うち何人かは一度離れてもここで培った功績を求めて戻ってきた。1904年から1917年及び1946年から1948年のダン・マグギン、1936年から1939年のレイ・モリソン、1940年から1942年及び1946年から1948年の レッド・サンダース、アラバマ大学の監督となる前のポール・ブライアントなどである。これまでの出身者のうち何人かが NFL のチームに入団した。クォーターバックで攻撃キャプテンだったジェイ・カトラーが最も有名である。2006年の NFL ドラフトで全体11位でデンバーブロンコスに所属した。大学時代、彼は40試合以上連続で出場し、タッチダウン及び、 ラッシュ距離で記録を残した。2008年創立のバンダービルト大学クラブ、ベースボールチームは、全米クラブベースボール協会ディビジョン1の、ミッドアトランティックカンファレンスのウエストディビジョンで試合を行った。2012年から2013年シーズン、ディビジョン内のアパラチアン州立大学、ノースカロライナ大学シャーロット校、ケンタッキー大学、テネシー大学、 およびカンファレンス外の大学と試合を行った。2012年から2013年シーズンでは1年生12名、2名の大学院最終学年を含む26名が在籍していた。1970年創立のバンダービルト大学ラグビーフットボールクラブは南東大学ラグビーカンファレンスのディビジョン1に所属し、SEC での伝統的ライバルのテネシー大学や、 ミシシッピ大学と対戦している。以前は、競合校が集まる、リビジョン2に所属していた。毎年秋、バンダービルト大学は、オークリーフハイトーナメントを主催している。ヘッドコーチは、ジェームズ・スネルである。2015年5月19日現在、バンダービルト大学は NCWA で3回、優勝している。バンダービルトは、SEC の創立メンバーであり、 また唯一の私立大学である。学部生6400名で SEC で最小である。2番目に少ないミシシッピ大学はこの2倍の人数がいる。他校に比べて競技数が少なく面白みに欠けるとされることもある。伝統的に男子女子テニス及び男子女子バスケットボール型種目に比べて強いが、近年では女子ラクロス、ボーリング及び歴史ある。 男子野球が安定して強い。フットボールは20世紀前半は強かったが、その後21世紀初頭にかけて低迷を続けた。2008年度シーズンを勝ち進み、53年ぶりにボールゲームで勝利した。2011年にジェームス・フランクリンが監督に就任してからさらに再建し、バンダービルト史上初めて2011年と2012年と連続で、 ボールゲームに出場した。2007年、女子ボーリングが全国制覇し、2014年、野球部がカレッジワールドシリーズで優勝し、バンダービルト大学の男子スポーツチーム初の全国制覇となった。2003年9月、バンダービルト大学は体育局を解散させた。現在運動部は全ての学生組織及び学生活動を管理する。 学生化の管轄となっている。そのためバンダービルトはディビジョン I で唯一独立した体育局がない。ゴードンギー学長はスポーツ中心の学生に対し学生としての意義を再認識させるために大学の体育局の再編が必要と考えた末のことであった。バンダービルト大学スポーツチームのニックネームは海運業で財を成した。 コーネリアス・バンダービルト大将にちなみコモドアーズと名付けられた。ファンはドアーズと略して応援の際ゴードアーズと声をかけることもある。コモドアという言葉は19世紀中期から後期に海軍で使用されていた。コモドアは戦艦の艦長でキャプテンより高くアドミラルより低い。しかし南北戦争まではアメリカ海軍で最高の地位であった。 現存しない近い地位はリアアドミラル・ロア・ハーフである。第二次世界大戦のイギリス海軍ではコモドアは護衛艦の艦長であった。代償はイギリス海軍では現在も使用されている。19世紀よりコモドアという地位名が使用されるようになり、その時代に生存していたコーネリアスのニックネームとなった。1880年代からバンダービルトのマスコットは 海軍将校であり、もみ上げ、カットラス、19世紀の海軍の式服を装着している。スクールカラーは黒と金である。これらの色が選ばれた理由はいくつかある。プリンストン大学の審判 WL グランベリーにより、黒とオレンジが与えられたのが、始まりという説、コーネリアスにちなみ炭鉱業を表す黒、富を表す金色という説がある。 1930年代にこの疑問が持ち上がった際、1890年のフットボール武装立時からの数少ない関係者に尋ねたが、誰もなぜ黒と金色が選ばれたのか覚えていなかった。理由はともかく1982年までには、コモドアズは黒と金色で知られ、現在もバンダービルト大学のスポーツチームのファンはこの色の服を着る。 バンダービルと大学内のほとんどのチームで最古のライバルとなるのはテネシー大学である。またバスケットではケンタッキー大学もライバルとなる。2番目に古いライバルはミシシッピ大学のオールミスで毎年永遠のライバルとして SEC で対戦する。セルビアの三つ指の敬礼のように親指、人差し指、中指の3本を立てて、 バンダービルト大学の略、ビューの形を作る。2003年、バンダービルト大学のチアリーダーにより考案された。バンダービルト大学フットボール部には、多くの伝統がある。フットボールのロッカー室に掲げてある、コモドア・クリードを語る。バンダービルト大学のスポーツ誌を展示している、コリドール・オブ・キャプテンズを通る。スター・ウォークを、ファン、チアリーダー、マーチング・バンドに見送られながら選手が通る。 フィールドでマーチングバンドがスター V を形作る。得点するごとに海軍艦船の無敵アドミラルが鳴る。マスコットミスター C が登場する。毎シーズン開幕時に新入生がフィールドを駆け抜けるアンカーダッシュが行われる。ホームで勝利するとフィールドにビクトリーフラッグが掲げられる。勝敗にかかわらずアルママータが歌われる。1924年。 当時学生であったフランシス・クレーグがバンダービルト大学の応援歌としてダイナマイトを作曲した。この曲は試合結果にかかわらずバンダービルト大学の選手、熱狂的ファンの持つ力強さを表現している。近年バンダービルト大学の運動部はより成功しており2006年から2007年シーズンはバンダービルト大学運動部史上最高の年であった。この時 バンダービルト大学の16チームのうち7チームがそれぞれ上位25位にランクされた。女子ボーリングは NCWA 決勝戦で優勝し、バンダービルト大学史上初めて NCWA 優勝となった。2014年、野球部がバージニア大学とカレッジワールドシリーズで対戦して優勝した。2015年、女子テニス部がディフェンディングチャンピオンの UCLA を破り始めて、 全米優勝した、キャンパス所有の施設を以下に示す。ありがとうございます。